嘘、冬に戻った感じした？ なんか春の寒さみたいな感じだった。ユウさん、テュエールさん、クジマサさん、ギフトありがとうございます。お腹すいた。 いや本当にね、急に寒くならないでほしい。なんか予告されても嫌だ。 予告されても寒いのは嫌だ。でもだからって言ってなんかこう変にぬるい感じも嫌だよね。こんばんは。おじまっちょと申します。 嘘つき。 全部嘘を教える人。私は、私のニックネームは こじまっちょです。生年月日は2002年です。 2002年で3月3日のひな祭りの日に生まれました。で、私 もうエイプリルフールは終わってるか。ズーミンさん、ハートありがとうございます。カタカナのタカさんありがとう。ナベノベさんありがとう。アミちゃんありがとう。マリトッツォさん、ひなたさん、ヨッシーさんありがとうございます。あれかな、イースターのギフトが出てるのかな。かわいい。ゆきはさん、バラちゃん、ギフトありがとうございます。今日のツイートびっくりしましたか？嘘ついたんですけど。すぐ嘘って分かった？ マナブンさん、バラちゃん、おみかんさん、ギフトありがとうございます。嘘なんですあれ。めっちゃ信じた？ なわけないじゃん。 なわけなかろう。 なわけなかろう。まあ7枚目の時のクジラ島は私の敷地内、小島家の敷地内なんですけどね。小島家の島なんですけどね。8枚目に関しては嘘なんですけどね。 はい、だから私の名字、だから私の名字は小島なんです。そうだよ。モンブランさん、おみかんさん、バラちゃん、マナブンさん、ギフトありがとうございます。なんかエイプリルフールは午前中までっていうのもあるので、
ほどほどにしときましょう。でも結構メンバー嘘ついてたよね。私も乗っかりました。でも多分さ、小島ってさ、なんか小さい島、なんか島の島と何か関係あるよね絶対。なんか離島とかさ、なんか離れ小島じゃないけどさなんか関係ありそう、私の名字ね。こんばんは、こんばんは。みんな嘘信じすぎじゃない純粋ですね。今日が4月1日っていうことを思い出してください。エイプリルフールですね。お約束ですねピュアなの？みんなピュアなのねこんばんは、こんばんは。なるほどこんばんは。レフトさん、ガワさん、ギフトありがとうございます。推しメンがピュアなので、なんかまあそう言われるとそう言われるとまあそうなのかもしれないこんばんは。愛子自教は信じていいですよ愛子自教は信じましょう。愛子自はピュア、愛子自教の信者の方はピュアでいてください。ひげメガネさん、ギフトありがとうございます。広島は寒いよ。どうですか、大阪、東京、北海道ってまだ雪降ってる？4月ってまだ北海道雪降ってるのかな。寒い？あ、じゃあ今日全国的に寒いのね。そうなんだ。なんか私もさ、今日あったかいと思ってさ、トレンチコート結構薄手のやつ着ていったのね。普通に裏切られたよねで、あとね、1、2週間ぐらい前に傘使って、雨降った時に傘使って、ドアノブのところにずっと置いてたんですよ。それがね、なんかもう風で、今日風が強くてバタバタ言ってたから、出かけるときに入れたらなんかでっかい虫がついてて、もう朝から大変でした多分ね、隣の人とかね、あのマンションの上下左右
何事かって思ったと思う。結構大きい声出して「いや待って待って」って言って「いや待って違う違う違うそっちじゃない、君が入るべきところはそっちじゃない」って言って、結構大きい声でびっくりして怪しまれない、怪しまれてないからちょっと心配だった朝。なんかね、あの足が長いなんか蚊のなんかでっかいやつみたいな、もう本当になんか嫌だったほんと嫌だ、何ガガンボ嫌だ、もう名前だけ名前聞くのも嫌だ、嫌なんだけどガガンボ何それ、もうやだ、あー聞きたくない、虫の名前なんか覚えたくもないあー耳じゃないね、目だね、やだね。藤正さん、クマありがとう。インターセプターさん、クマありがとう。ヒゲメガネさん、ギフトありがとう。なんか虫が安全っていうのはそんなにね、あの害のある虫っていうのはだいたいあの G とあとカメさんとあと血を吸うやつらとあとまあその他もろもろあるかもしれないけど、害のある虫っていうのはまあだいたいこう10本の指ぐらいっていうのは分かってるんですよ10本の指って結構おる、おったわ3匹ぐらいじゃなくて結構いたそう、まあこう、ね、実際に人間に対してなんかこう毒を入れるとかじゃないっていうのは分かってるんだけど、こいつと遭遇したら死ぬみたいな、そういう虫はまあすごい稀だと思うんだけど、それでもなんかこう形姿形がさやっぱ人間とかけ離れすぎてるしさ、あと予測できない行動を取るじゃないですか。まさに今日の朝のガガンボか何かは知らないけどやつもなんかもうみたいな感じでなんかキッチンに行こうとするのか、なんかリビングに行こうとするのか、なんか靴箱に入ろうとするのかみたいな、でまた私のところにこうやって突進してくるのかみたいな、もう違う違う違う、あちらへあちらへみたいな、ほんとね無理そんなことがあった朝でした。虫にモテても仕方がないのよ。最終的に虫はね、あでもなんかあのちょっと弱ってたっぽくって、だから私があの傘のこの先でこうやってほほほってこっちじゃないって、あのなんか玄関の壁みたいなのにピタッて貼り付いたんでやったら、おーって飛んでいきました。いやもう本当にお騒がせ迷惑な野郎だぜ本当に。そうだね、そんななんかこう傘ごと外に投げるほどもう超絶苦手ってわけでもない、ただなんかやっぱり正直言うと気持ち悪いじゃないですか。なんか虫とは極力関わりたくないですよね。まあ退治する場面ってなったら私は結構勇敢に立ち向かう方なんですけど、極力退治はしたくないね。
5歳の妹に虫の退治。あ、でももう幼い子の方がもうなんだろう、虫イコール危険なものってなんかこう認知できてない段階だから、そういう幼い子に任せるっていうのも一つの手ですよね。G がいてもこう「はっ!」みたいな「たったー!」ってなるかもしれないし、それかもう長年生きててゴキブリ、あ、もうゴキブリって言っちゃった G と向き合うことに慣れてるお年を召された方とか、幼いかすごくおじいさんかおばあさんか もう中間層はダメですね ひげめがねさん、ゆうさん、ガッキーさん、ギフトをありがとうございます。てれ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 。ひげめがねさん、ありがとう。くま、ありがとう。てれれ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 
今日はちょっと早起きして疲れたですよね。思ったより早起きで、本当になんかちょっと寝たんですけど、なんかその眠気が残ってる。みんなもお疲れ様です。みんなもお疲れじゃんじゃん。みんなもお疲れじゃんじゃん。カタカナのタカさん、ゲストありがとうございます。おみかんさん、たっくんさん、ギフトありがとうございます。再販無事に当選しました。あ、新日程を皆さんお忘れではないでしょうか。新日程、今実はお話し会の受付期間なんですよね。私全然受付中ですとか言ってないけど、はい、ぜひぜひ、いろいろ舞台の感想とか、あとこれからは大阪のフェス、ライブイベントかなに出ることも決まったので、なんかその後の感想とか、行くよとか、なんか他にも全然関係ないことでも全然数秒でもいいので、ぜひお話ししてみましょう。話したいです。話してみませんか。大阪でまたライブができるのが嬉しいです。豆柴さんの時にゼップ大阪、ゼップナン、ゼップナ、ゼップナンバかな、ゼップナンバじゃない、ゼップナンバ。ライブしましたね。あの時以来ですね、大阪ライブは楽しみ。なんかメンバーが意外なメンバーで面白い。なんか聞いたんですよ、今日、なんか今日告知されるからねって、これこのメンバーで告知決まって、イベント出るの決まって、これが今日7時ぐらいに告知されるからって。そう、その時にね、なんかメンバー聞いてびっくりした。なんか珍しいなって思って、でもいろんなメンバーで試していきたいって言ってて、この固定のメンバーじゃなくて、
今今回はマイキューさんとかと私一緒にライブするの初めて。いやマイキューさんだけに限らず、どうだろう、あかりんさんとか、りんこはまああるか、あかりんさん、マイキューさんあたりとは少人数でやったことがないですね。うん、なんかみちゅさんと池田ちゃんはスタジオの公演とかで6人バージョンとかでやったことあるんですけど、マイキューさんとあかりんさんはなんかユニット間違うし2期生じゃないし一緒にやることがそんななかったから新鮮だなと思って、その新鮮さを楽しみたいと思います。四国とスタジオ、ああそうなんかな、確かに組み合わせ的にはそうですよね。うん、でもなんか四国ってさよくさそういうイベント多くない？なんかいろいろなんとかフェスなんとかイベみたいなのに四国の皆さんがよく行ってるイメージがあります。ね、あるよね。四国かチャートリ、ああ確かにチャートリも多いよね。なんかマイカーが少ないイメージ。マイカーって、あでもマイカーはなんかバラエティによく出てるね。やっぱりニックさん、クマありがとうございます。そう考えたらスタジオの露出ってフフフフ、真顔鋭い眼光ニックさん、しんいちさん、バラちゃん、たっくん、ギフトありがとう。こんばんは。新曲のダンスどんな感じ？なんか多分みんな皆さん的にはなんか音に合わせてうわーみたいな、ひゃーみたいな、みたいな感じだと思うんですけど、てんてん、まあ、この先はちょっとネタバレ、まあ、言葉だけでダンスを表しても別にネタバレにならないとは思うけどお、卵かわいい、こんにちはなんだけど、でもなんだろう、意外と動くかな。振り入れの時に意外と難しい、思ったより難しかったねっていう話はしました。私のイメージ的にはスーたんたたん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 たたんこんなイメージだったから意外と動くのかもね。私が動かないって思いすぎたのかもしれないけど、アナブンさん、ヒゲメガネさん、ギフトありがとう。写真のギフト、カタカナのタカさんありがとう。
ゆるめがねさん、ギフトありがとう。ゆうさん、ありがとう。まあそうね、そんなまあトークないと思います。お披露目をするその日はそんな、もうすぐだしね。あと何日だ、あと12週間も切ってるからもうすぐですよ。いつかその時がいつかじゃなくてもうすぐそこまで来てます。お披露目はゆうきさん、ギフトありがとう。マリトッツさん、写真ギフトありがとう。パシャパシャパシャ、テイクアウトピクチャー。ひげめがねさん、ありがとう。こんばんは。そうですね。あ、舞台のグッズも販売中ですね。そうですね。こんばんは、よろしくお願いします。うん、メンバーに会ったの久しぶりかも。僕隊にも僕声にもなんか照れてないし、ヤッホーって感じだった。生きてたんだ、生きてたんだみたいな。はい、あ、そう、サイン会も、ジャケットのサイン会も始まったね、受付。リミスタ、アザージャケット。ひげめがねさん、ギフトありがとうございます。そうそう。なんかサイン会の方は、ジャケットの、ジャケ写のサイン会の方は私に書いてほしいメッセージを申し込むときに送ってくだされば私が書くんですよ。変なことは申し込まないでく変な言葉は申し込まないでくださいね。あやこじさんっていつも笑顔で人生楽しそう。人生が楽しそうに見えるんですか。ああ、そうなんだ。あ、でも今はすごい楽しいですね。今一番楽しいかもしれない、人生の中で。うん、こんばんは。書いてほしいことですよ。なんだろう、例えば私に、結婚の承諾は OK ですみたいな。結婚の承諾ははいですって書いてほしかったらそれを送るとか。どうぞご自由に。それが OK だったらね、わかんないけど、なんかそんな感じで多分自由にできるんじゃないかな。結構自由度高いんじゃないかな。はい、
そうですね、よく考えて送ってください。これは果たしていいのか悪いのか、皆さん考える力ありますよね。ここありますよね。得意の煽り。得意の煽り攻撃です。バトルしようぜ。あおあお。ああ、15分に終わりたいと思います。あと10分ぐらいかなになったら終わりたいと思います。でみんなにメール送って、あ、実はこれ言ってなかったんだけど、みんなにじゃなくて君だけにメール送ってるから、そこんとこよろしく、秘密にしといてね。なんか9時前のメールとかはみんなじゃなくて君に送ってるから、そこんとこよろしく、あなただけに送ってるのよ。ということで4月になったので、メールぜひみんな登録してね。今日もお風呂入ろ。今日もお風呂入ろって言ったらいつも入ってない人みたい。今日もお風呂溜めて、お風呂溜めよう。今日はエプリルフールだからね。テンテテン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 。カス？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 音鳴らないんですよ私これ。カスッカスるだけ。カスッカスッカスッ。かっこよく鳴らしてみたいものですね。ひげめがねさん、卵ありがとう。
わあ、えらい。なんか私ね、まあそれなりにいろいろ頑張ってまして、それなりにまあいろいろ頑張っているんですけれども、あのこのページ、モデルさんのページ見てたら、皆さん頑張ってるなと思って、頑張ってらっしゃる。私も頑張ろう。頑張ってる人見るとね、私も頑張ろうってなりますね。そういえばね、春服めっちゃ買ったんよね。早く来たい、京都行きたい。京都、東京のなんかいろんなところ行くのもいいけど、なんか今京都行きたいな。京都とかちょっと自然のあるところに行きたいかもしれない。京都、なんか私がいつも見てる YouTuber さんがめっちゃおしゃれなんですけど、京都行ってていいなと思って、私もおしゃれして行きたいって思いました。誰か一緒に行ってくれませんか京都、誰か私と一緒に行ってくれませんか。意外と遊ぶ友達がね少なくて、私と一緒にいてくれる人募集。てかスケジュールなんですよね、スケジュールの問題なんですよね。私友達が普通に働いてる時に、今日オフだけどみたいな、今日神戸、今日兵庫帰るんだけどって言ったら、ごめん無理だってなるんですよ。合わないんだよね、そういうことなんだよね。あれ？これさ、これ滝野さん着てなかった？ユミリンさん、これなんか山口放送のテレビの着てた。繋いでるって書いてあるから絶対そうだ。へえ、17,930円もするんだ。そうそう、山口放送さんのやつで着てた。こういう雑誌をご覧になられているのでしょうか。かわいい、やっぱかわいいですね、かわいいですかわいいですね。藤正さん、カタカナのタカさん、ヒゲメガネさん、マリトッツさん、アットマークさん、ギフトありがとう。私もね、白シャツ白ブラウス買ったんですよ。ちょっと襟が大きめの、何にでも合わせやすいように。なんかニットの上と かトレーナーの上とか、あ、トレーナーの下、ニットの下とかに着ても可愛いなって思って、あとベストとかね。でも早く着ないと、ちょっと長袖が暑くなる。早く着らんと、早く着らんといか、早く着らんといけん。どげんかせんといかん。だからね、事務所行くだけでもね、しっかりおしゃれする必要あるんですよ。私結構適当な格好で行くんですよね、よくない。
なんか事務所に寄る時とかでもなんか結構適当な服でちょっと寄ったりするんで、まあ、そういう時こそ自由におしゃれですねそういう時こそおしゃれして、お、小島はなんかいつもおしゃれだな、よし、レイの専属モデル安直すぎるかな、安直。なんか遊びに行く時だけしかおしゃれしないんですよ、まあ、それなんか語弊なんですけど語弊がある。なんかみんなに会う時とかみんなに会う時とか、うん、サイン会とかお話し会の時はおしゃれするんですけど、でもそれ以外は適当で そうなんですよあざといそう、でもね、プライベートでおしゃれするってなったらね、ほんとねあれなんだよね、友達と遊ぶとかでしかおしゃれしないから、もっとちゃんとちょっと外出るだけでもおしゃれして出かけようかな。はがきの結果どうなってるかな、気になるね。イカテイさん、クジマサさん、カタカナのタカさん、ヒゲメガネさん、マリトッツさん、ギフトありがとう。まあそうだね、焦らずに待ちましょう。お、じゃあ15分になったので終わりたいと思います。ランキング、はい、13位青鷹さん、12位加古川プリンスさん、11位ひげめがねさん、10位奈良西さん、9位ひーくん、8位愛子ちゃんにおやすみのちゅうさん、何を言ってるんですか、何言ってるんですか7位ソリオさん、6位ゆうさん、5位ズーミンさん、4位ガッキーさん、3位マリトッツさん、2位クジマサさん、そして1位はカタカナのタカさんでした。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ皆さん、今日も配信を見に来てくれてありがとうございました。じゃあね、おやすみ、メール送ります。バイバーイ。あ、1位の称号、1位の称号は、漢字が苦手な人です。おめでとうございますじゃあおやすみ。チャットでも見に来てくださった皆さんもありがとうございました。明日も配信するので見に来てください。明日も明後日もし明後日も配信します。ツイッターやってるのでフォローしてください。
お話し会も今受付中なので、気になったらぜひ1枚でもお試しくださいお試しくださいバイバーイ。